よく今の弾いたな。へえ。これで決意を。でも人間の決意抽出したってさ、どこの人間から抽出したんだ。ねえ。ふわ、何これ。ナンバーイレブン。メタトンはスターになってもう私と喋ってくれなくなった。話しかけてくるのはボディがいつ完成するのか知りたい時だけ。でもあのボディを完成させてしまったらメタトンには私なんて必要なくなる。そしたらもう友達じゃなくなっちゃう。それにあのボディを作ろうとすると汗が止まらなくなるし。はい。はい。はい。霧が晴れてなんか出てきた。うわぁ、待って、テミーちゃんに似てる。テミーちゃん？テミーちゃん？待って、テミーちゃんの？テミーちゃんの？待って、テミーフレークス持ってるのに。あぁ、テミーフレークス持ってるのに。あぁ、ここが使いどころなんじゃないのか。ハマるカムだ。なでなでかな？呼ぶ。呼んでみよう。飛び跳ねながら近づいてきた。これワンちゃんだ、多分。うわぁ、ほんとだ、ほんとだ。撫でるか。撫でなでするよ。おとなしくなった。わぁ、かわいい。突然膝から飛び降り、ものすごい勢いで壁を登り始めた。うわぁ、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 痛いっす。可愛いけど可愛くないかも。あ、でもこれは全然避けられると思ったけど、そんなことないだかね。おいで。手がすり抜けてしまった。今は撫でられたくないようだ。違ったか。やばい。これはどういう風に避けたらいいのかな。わかんないぞ。呼ぶのかな？遊ぶのかな？いや、音が怖い。遊ぶか。どうだ。武器を遠くへ投げた。武器を拾って持ってきた。ちょっと得意げ。同じことを何度か繰り返した。疲れたようだ。液体を滴らせ、形のない体で寄りかかってくる。おっかー、くくくく。撫でるか。なでなで、ハッピネスバブルステージ1を吐き出し始めた。ハッピネスバブル？ハッピネスバブル？幸せな泡？痙攣が激しくなった？なでなでするか。とどめのなでなで、あまるガムは満足してやるだ。やっぱこの曲はあの、ワンちゃんだよね。ワンサイブは、よかった。壊されないのか。決意を入れたモンスターたちは豹変してしまっているんだな、多分ね。あ、なんかお花？黄色の花？これってあれだよね、この子供ちゃんが見たいって言った花じゃないか。ナンバーセブン。モンスターの魂を入れる器が必要になる。生きたモンスターは他のモンスターの魂を取り込むことができない。人間か別の人間の魂を取り込めないのと同じだ。それなら人間でもモンスターでもないものが器になるかもしれない。それでお花？あ、それでお花？それでブラフィーが、ブラフィーが生まれたのか。ナンバー10、器の実験は失敗。別のサンプルを使った場合と大差はなかった。でもいい、どうせ扱いづらい素材だったし、一度種がくっつくと取れないから。怖いな。はっ、なんか来ると思ったけど、うわー怖い。え、からかわないと思うんだよね。
なんだろう、謎の行動かな。この世にはまだ知らないことがたくさんある。うん、まだ希望があるよ。そう、なになに、やったばかりだった。これなんだっけな。怖い。これ絶対怖がる人いるって。なんだろう。あんなにだっけな。ハミングしてみよう。誰も聞いてない。何の感情で見ればいいのそれ。やば。あら、よっしゃーじゃないと思うんだけど、じゃあ祈ってみよう。正しい心を取り戻した。あ、やったー。こんな感じだったっけ。正しい心持ってない子。よく避けたな。いろいろ混ざってんのか。じゃあ一回洗ってみるか。あ、ダメだ。まあ、洗うは絶対違うと思ったらなんとなく。どれもでも外れに見えるわ。あと何？からかうしか残ってないから。何か思い出した。ようやく分かってもらえたか。けど、勇気を。よし。はぁ、いろいろ混ざっているのを分析していかないといけないんだね。ところどころしか見ない。冷たい。冷たい。なんかあったっけ？冷たいもの。水か？このシーツ入ってたっけ？ただの怪しいベッド。怪しいんだよね。なんだ冷たいって。あ、なんか出てきた。あ、待つのかな、あれ。なんでしょう。なんですか、これ。は、優しい。ありがとう。ありがとうね。冷たいってなんだろう。なかったっけ？他に行けるとこあったっけ？さすがにこっちだよね、多分ね。このベッドマジで怪しいんだけど。ただあの怪しいベッドはただのベッドじゃないよ。水？あ、ここか。ここ確かに切り抜けたもんね。そういうことか。ナンバー19。遺族からひっきりなしに電話が来る。みんなはいつ帰ってくるのか。なんて答えればいいの。もう電話が鳴っても無視してる。あ、冷たいってこれかな、もしかして。うわ、動いてるんだけど。ナンバー20。今日はアズゴアからの留守電話5件。そのうち4つはみんなが眼科に怒ってるって話。残りの1つは私にそっくりな可愛いカップを見つけたって話。どうでもいいかな。そんなこと言って。ナンバー2。21。
最近はずっとゴミ捨て場にいる。私にふさわしい場所。そんなことないよ。で、よくここ引いたな、さっき。さっきここ正解引いちゃったせいでさ。なんか、何かのサンプルが入ってる。何も入ってないのに動いてるよ。ここもう正解引いたと思っちゃった。あっ、びっくりした。うわー、とても寒い。じゃあジョー君を言ってみるか。雪をネタにした寒いダジャレを言った。敵の表情が変わる。はは、覚えてるわ。じゃあ、もう一回。はは、ありがとう。もう一回。敵は落ち着きを取り戻した。ヒュー、ウィン。これはなんで動いてるのさ。何も入ってないのに、なんで動いてるの。怖いよ。見つけてきたよ、青い鍵。青い鍵はスロットにライトはまった。よし、これで最初の扉が開くんだろうな、多分ね。でも、ある日はどんな気持ちで入ったよ。どんな気持ちでさ、この実験やってたんだろうな。一人でずっと抱えてたんだもんね、きっと。誰にも相談できない。停止している。電源が切れている。あ、アルフィー、アルフィー。あ、なにこれ。エレベーターの電源をコントロールする。はい、なんか出てくるんじゃないかな。はぁ、はぁ、いつもできないね。こら、やめなさい。ご飯はあげるからあっちへ行ってなさい。ごめんね。時間通りにご飯をあげないと言うこと聞かなくて。それはともかく、今電源を復旧しようとしたんだけど、あなたに先を越されちゃったみたい。いろいろ面倒かけちゃってごめんね。でも来てくれてすごく嬉しいよ。私ね、怖かったんだ。もうみんなに会えなくなるかもって。あ、さっきの子たちのせいでって意味じゃないよ。その、いざとなったら怖くてできないかもって思ったの。本当のことを打ち明けるなんて。それで結局、取り返しのつかない逃げ方をしちゃうかもって思ったの。あ、ちゃんと説明しなきゃね。私はアズゴアに頼まれて魂の研究をしていて、決意というエネルギーを取り出すことに成功したの。それを使えばモンスターの魂をキープできると思った。でも実験は失敗だったんだ。人間と違ってモンスターの体は実体が薄いから、決意のエキスを体内に留めておくことができなくて、肉体を構成するわずかな物質はドロドロに溶けて、被験者たちはお互いの体がくっついてしまった。そしてあんな姿になっちゃったんだ。そっか、それでいろんなモンスターの要素を持った子たちがいたんだね。それを見て私、ご家族には絶対に本当のことは言えないって思った。誰にも言わず秘密にしないといけないって。だからどんなに問い詰められても私は黙ってた。それにそれ以上研究を進めるのも怖くなった。自分がやってきたことは何もかも失敗だったから。でもね、やっぱりそれじゃダメだって気づいたよ。私、自分がしたことみんなに打ち明けるよ。辛い目に遭うのは覚悟してる。自分を信じて自分に正直になれば、その分苦しい思いをすることだってあるはず。また失敗することもきっとある。でもね、転んだら手を差し伸べてくれる友達がいるって、そう分かってるだけでもう怖くないって気づいたんだ。
まあね、まあアルフィーがやったことはその結局はそのモンスターのためを思ってやっただけでね、まあ結果としてね、こんなね大変な実験になってしまったことだけど、でもなしようと思ってやったわけじゃないもんね。そう、ご家族がまあ許してくれるかどうかは別として、まあアルフィーの言う通りアンラインとかファビレスとかは僕はまあね、わかるよって、まあ、そばにいることはできるだろうね。あなたのおかげだよ。ご飯ね。さあみんな行くよ。家族が待ってるお家に帰ろう。はあ、ちゃんと意思があるのかな、あの子たちにもそれぞれの。でも思い出したよって言ってたもんね。ナンバー8、候補を決めた。あそこにはまだ行ってない。驚かせたいから内緒にしておこう。お城の庭の真ん中にある特別なもの、一番最初に履いた金色の花、外の世界から持ち込まれた花。あの花は女王がお城を出ていく直前に現れた。もしも魂を持たない者が生きる意志を手に入れたらどうなるのだろう。これでフラビーが生まれたんだ。ナンバー18、あの花が消えた。うぅ、聞き覚えのない声がする。河内、聞こえてる？本当に久しぶりだね。え？君はよくやってくれた。おかげで何もかもうまくいったよ。河内、それじゃあまた後でね。え？手伝ってたの？僕は何かを？え？ドアにはツタが絡まっていて開かない。え？誰が出てくるんだ？アズリエル？え？ここはでも、アズゴアのお城へ続く道だよね。フラビーはなんであんなに周りを憎んでいたんだろう。音楽も鳴ってない。そんな憎むようなことしたのかな。無理やり意志を持たされたのがダメだったんかね。うわ、なんかドキドキしてきたな。どうなるんだろう。でもこの世界線あそこは生きてるんだよね、まだ。まだっていう言い方はあれだけどさ。ね。どういうことになるんだろう。剣の間セーブポイントがなくなってる。さあ、どうなるんだ。は、終わり。行こうか。どうなるの。